この度農林水産大臣をやるようにと言われました門道彦でございます。私は実は20年前に農林水産大臣を拝命いたしました。久しぶりにこの農林水産行政を担当するということになりました。実はこの間思いますと、私が以前担当したときには自給率が 49% だったと思います。それがこの20年間で 40%、41% と、まあ、10% 近くも下がってしまった。そして農業者の所得もこの間約半分に減少した。そして耕作放棄地もご案内のとおりに40万ヘクタールという膨大な土地になってしまった、まあ、こういうような状況の中で高齢化が進み、後継者対策に思い悩めなきゃならない、こういう時に菅総理から新たな指示をもらったわけであります。それが農業者個別所得保障さらなる推進、あるいはまた新成長戦略の中で盛り込まれているところの EPA の取り組み、あるいは6次産業化の推進等々、こういう問題等々についてやはり農林水産行政もここにおいてこそ大きな転換を図っていかなきゃならない、こんな思いをいたしながらしっかりと取り組んでいきたいと思っております。はい、質問どうぞ。大臣、日本農業新聞の専門部です。 EPA についてですが、日本政府として締結を目指している交渉相手国にオーストラリアといった国内農業に影響を与えかねない交渉相手国が含まれていますが、農水大臣としてですね、どういった締結交渉に臨まれるのか、それと11月に示される EPA の基本方針、これがですね、どういったものであるべきとお考えか、この2点お願いします。はい、EPA のことにつきましてはですね、だいたい今11カ国くらいのところが、まあ、合意がなされようとしているわけでありますけれども、今言われたオーストラリア等々の国々に対する取り組みをどうするかということ、このことについてはですね、私は基本的に EPA の推進についてはむしろ農林水産省はどちらかというとこの受け身になっておったんじゃないかと、まあ、こういうようなイメージがあるわけでありますけれども、むしろこれからの我が国のこの新しい成長戦略というものを考えたときに、またこれからの日本の農業というものの在り方を考えたときに、ここでは思い切った攻撃型に転換をしなきゃならない、そういう意味で EPA の対する取り組みについて、むしろ農林水産省が新たに自らこの考え方を示していくと、こういうふうなことを考えております。今回の公定金の問題について、相当前の山田大臣もですね、実際に頑張っていただいたと思っております。そして、副大臣の時にですね、自ら現地に飛んで、そして常駐して、県の方々と連携をしながら取り組んだ。あるいはその後、篠原副大臣も現地にまた居ついている。そして取り組んだ、まあ、こういうことからいたしますと、やはり市町村長、あるいはまたその県、都道府県等とも常に連携を取っておく、そしてやはり危機管理というふうなものについての意識をしっかりと高めていく必要があるんじゃないか、常にそのことを忘れてはならない、
こういうふうに思っております。他ございますか。はい、どうぞ。これは本当にですね、今言われたように各都道府県で概算金の示されたわけでありますけれども、前年に比べてかなり下回っておると、こういうような状況であります。で、私はですね、これはいろいろなことが原因していると思いますけれども、一つは今年のですね、作柄がどうなのかというところがポイントになってくる。そういう意味で今年も豊作じゃないかというようなことも言われておりましてね、このことを考えたときに、今月末にある程度の今年度の作柄が出てまいりますので、それをしっかりと見守っていきたいな、こういうふうに思っております。よろしいですか。はい、それではこれで加納大臣の記者会見を終わらせていただきます。